サナームチャン宮殿の代表的建築物、チャーリー・モンコン・アート宮殿サナームチャン宮殿は、大のナコオンパトム県、ナコオンパトムにある宮殿群。プラ・パトム・チェーディへの巡礼の際に用いられる一時滞在先として、即位前のラーマ6世によって建設された。ラーマ5世以降に始まった、西洋趣味を反映して、洋風の建造物が目立っている。現在では公開されている。 建造物の他に、シラパコーン大学などの周辺の教育機関などに引き渡されている建造物もある。サーマッキー・ムッカマート宮殿サナームチャン離宮は、ラーマ6世により、プラ・パトムチェディ巡礼の際の滞在用に建設された。建設場所の決定には、ヌーンプラサートと呼ばれる遺跡の跡地が利用されたが、その近くのブラフマンの祠の近くに、サナームチャンと呼ばれる。 小さな湖があり、これにあやかって、この宮殿の名前をつけている。建設主任には、プラヤー・ウィスカム・シンプラシットが登用されたが、西洋建築のほとんどは、イッティ・テープ・サン・クリッター港による建造物である。建築は、ラーマ6世即位前の1902年着工し、徐々に増築。1907年までに、現在の敷地面積である、約136ヘクタールの土地を、 地元民から買収した。その完成は、ラーマ6世の即位から1年後の1911年となる。公開後は、ラーマ6世の趣味である、劇の著作、演劇や、紙幣、右翼組織であるスワパーなどの活動拠点として、用いられ、ラーマ6世の国家財政浪費の舞台となった。これらの浪費が後に、立憲革命を招くことになる。2003年、 ラーマ6世の唯一の子供である、ペッチャラッタナ・ラーチャスラー内心牢によってこの宮殿の一部が、シラパコーン大学から王室財政局に返還されている。ピマーンパトム宮殿レンガとセメントを用いて作った洋風建築。一部に大敵な装飾が施されているほか、プラヤ・アヌサートによる絵画が、礼拝所にある。ラーマ六世はこの宮殿を、迎賓館として利用したり、 オフィスや趣味の著作の場として活用した。前述一致テ,テープさんクリッター校による建造物。フランスルネサンス様式とイングランドのティンバーフレームと呼ばれる広報に大の様式を加味した建造物である。サナームちゃん宮殿に滞在していたサイのラーマ6世の生活の場は主にここで行われていた。なお、運河を挟んで向こう岸にある マーリーラ・ラーチャラッタ・バンラン宮殿とは空中に浮かせた橋のような廊下で結ばれている。前述一気テ,テープサンクリッター校による建造物。新古典様式に太陽式を加味したものである。チャーリー・モンコンアート宮殿とこの宮殿は共に劇作家のアーノルド・ガルズ・ワーシーと E.B. ーーノーマンによる我が友、ジャーレットに啓発されたラーマ6世のアイディアをもとに建設されたものと、 考えられている。巡回様式の建築物。集会場やラーマ6世の好んだ演劇の公演の場として利用された。ピマアンパトム宮殿とは2階建ての廊下で結ばれており、この建造物の裏手の建物と繋がっている。タップクワン宮殿巡大風の典型的ないわゆるタイハウスである。この建造物はタイの上流階級の古典的家屋と形式はあまり違わない。 ラーマ6世はこれを大文化保護の目的で建てさせたと言われている。建築材料はチークである。建設は前述プライアーウィスカムシンプラシットによる。一時期、ラーマ6世の紙幣、右翼組織として設立されたスワパーの事務所として使われていた。ありがとうございます。